い、どうも皆さんこんにちは、翔平 TV です。本日は12月1日に発売されましたビヨンドマックスギガキング02を紹介したいと思います。こちらですね、こちら下から83センチの720、真ん中が84センチの730、一番上が85センチの750グラムとなります。はい、でこの3本を今日はちょっとロネットで、打ってみたいと思います。で打って、打感とかそういうところを見ていきたいなと思います。はい、まず83センチ打っていきます。お願いします。83センチ振ってみましたが、打感があの今までのバットとちょっと違う気がします。しっかり掴んでバーンと持っていく感じがします。で、こちら84センチを打っていきます。ちょっと重めです。重たい、トップなんでちょっと重いですよね。重いです。でもぶっちゃけあんま強く振ってないんですよ。でもパーって出てきます。思いっきり振ってなくても相当バコーン飛んでいく感じがめちゃくちゃします。こちら85センチの750グラムを打ってきます。振れるかな。これ高校野球上がりですよね。すごい。はい、というわけでこちらの3本のバットを打ってきました。正直自分は83センチが一番合うなっていう感じがしました。全部あのトップバランスということで、やっぱり84センチはちょっと84センチにしては重いかなって、やっぱトップなんで重い感じがして、85センチはとりあえずめちゃめちゃ重くて、あの高校生があの高校野球終わってから草野球をやるっていう時にとてもいいんじゃないかなっていう重さでした。という感じで今回はこちらのギガキング02をご紹介しました。12月1日から販売開始となってますので、気になった方はぜひともチェックしてみてください。はい、今回は埼玉県久喜市にある小柳スポーツさんでこちらのバットを借りました。小柳スポーツさんにはまだまだこちらのバットたくさん在庫がありますので、気になった方はぜひとも調べていってみてください。それでは本日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。それではありがとうございました。